印刷業を営む総吉は妻・大梅がいながら愛人・木久との間に三人の隠し子がいた。 家事と大手。他社の対等で商売は低迷。満足な生活費をもらえなくなった。菊代はリーチ。涼子、庄司の3人の子供を連れて葬吉の家に怒鳴り込む。地獄のような修羅場の末、菊代は子供たちを葬吉に押し付けて消息を絶ってしまう。大梅は子供たちと葬吉に当たり散らす。総吉がいない時は子供たちを虐待食卓を散らかした。末っ子の少女の口に大梅がご飯を無理やり詰め込むシーンがあるんやけど、マジで胸クソ悪くてトラウマ級です。ある日、栄養出張と青梅の虐待が原因で生死がなくなる。最初は子供達を庇っていた。総吉も。 きっかけに狂い始める宗吉はまだ宗吉の名前や家の住所を言えない次女・良子を東京タワーへ連れて行き置き去りにして逃げる宗吉はよその家に預けてきたと説明だが兄弟思いで利口なリーチは夫婦の企みを見抜いていた胸くそ悪さはトップクラスですが命の重さとか親としての責任とかいろいろ考えさせられる作品どれだけひどい目に遭わされても親をかばう子供の気持ちに胸が引き裂かれます